怪しいクラウンいるな今2台前あれ。これ今左行ったの。もう絶対そうでしょ。ほら。ざま。と捕まってやんね今の数秒で。もすごいよね、ほんと神奈川の測定って。パトカーに続け大宮五輪中です。警視庁のさ、取締りとの差を出したじゃないですか。あれ見るともう歴然だよね、本当に。まあここはね、あの速度がね、すごい低く設定されてるのよ、ね、だってさ、今のだって70キロとかそんなもんでしょ。2秒追尾したってさ、ね、まあその何秒追尾しなきゃいけないっていう決まりはないからあれなんだけど、神奈川は前も言ったけど、この赤だけが前だけが光るから、もうあれはもう上が上がる前にもう前で測ってんだよ。ただ220系のクラウンから取り締まりのあの赤灯なくなったんだよね。あれダメなの、あの前赤がなくなっちゃったの。220系はあれ、これ右だっけ、あれこれ右か俺。そうなんですよ、220系からはね、もう覆面パトカーも白黒もあの前赤だけ光らせられないの。ごく一部なんかあるらしいけど、数台だけ、うん、飯馬でしたね今のね、この私の目といいね、もうすぐ分かったあれ。